熱波で160人以上の死者です。インドの北部や東部が猛烈な熱波に見舞われ、 AP 通信によりますと19日までに熱中症とみられる症状で160人以上が死亡しました。これらの地域では先週以降気温が45度に近いうだるような暑さに見舞われていて、死者の大半は60歳以上の高齢者ということです。熱中症の患者が運び込まれている北部の州の医療施設では冷却設備が正常に稼働していない状況で、熱中症の患者に追い打ちをかけています。